弱い筋肉全部使うことができます。長い時間歩いても変わらない。歩く時も姿勢を正して歩くことができれば、もちろんカロリー消費や筋力アップもできます。有酸素運動よりも効果的な有酸素運動になります。頑張っていきましょう。片足はつま先、反対足はかかとでバランスを取ります。できるだけ手はバランス崩すために動かしてください。大きく動かすことで有酸素運動効果が上がります。膝は少し曲げたり伸ばしたり、バランス崩したら足を動かしたりして、できるだけ止まっておいてください。スマホを持ったまま行きましょう。スタート。これでバランスを取るだけ。両足やっていきます。膝伸ばしとくだけでも難しいですよね。もしね、つま先上げとく方疲れたら、たまに休めてもいいです。またできれば上げてください。これで手をね、動かしたりすると一気にね、難しくなる。体を動かすことでバランスを取るためにね、いろんな筋肉がね、使われます。こっちに崩れたらこっちに戻さなきゃって体は働きますんで、体幹がね、使われます。お腹触ってみるとよくわかると思います。硬くなってますよね。自分で体をね、動かしてバランス取ってください。 OK。 ちょっとね、足首を振ってつま先上げとく方が疲れると思うんで、今度は反対いきましょう。スタート。これでバランスを取るだけ。バランスが悪いっていうことは、筋力がないっていうことと運動不足ってことが関係してます。できればね、両足は同じようにね、膝の角度を作ってください。伸ばしとくか曲げとくか、片っぽ伸ばして片っぽ曲げてっていうのはダメです。できるだけバランスを悪くして、自分で手を振ったりしてみてね、バランスを悪くするとね、鍛えられますから。適度にこうやってね、息が上がることによって有酸素運動効果がありますから、バランスをね、取っていきましょう。これなかなかいいな。OK、OK。ちょっと足首振りましょう。今度は片足立ちで、こういう感じ、できるだけ高く足を上げて、腕を振りましょう。スタート。今度は反対足はね、ぴったりつけましょう。片足立ちはウォーキング50分相当の効果がね、1分ぐらいであると言われてるんで、これで全身こうやって動かすことで有酸素運動効果が高まります。ももしっかり上げることでね、腰が丸くなるんで、反り腰解消の方にもね、ぴったり。しっかり足上げることで腹筋も使われます。足上げるとき少し上半身で迎えに行って腹筋使いましょう。大きく、マイペースでいいですよ。 OK。 あー、効いてきてる。まだ3分しかやってないのに。さあ、行きましょう。はい、スタート。やっぱり普通に有酸素運動でね、歩くとしてもあんまり足は上げないですし、手も大きく振りませんよね。やっぱ人の目を気にしてね、こんな感じでね、歩いちゃいますよね。やっぱり手は大きくね、振った方がいいですから、しっかり。家でも十分痩せられますから。その代わり何のメニューを選ぶかがね、ポイントになってきます。できるだけ効率のいいメニューをね、行った方が体の変化も早いです。お尻に効いてきた。
ケー。ちょっと足をねブラブラして、さあ今度はですねつま先を開きましょう。かかとを上げます。このまましゃがんで右左って揺れましょう。片足伸ばして片足曲げます。スタート。そうすることで掴む休めるっていうことを繰り返してるんで、意外とね足が鍛えられているのに長持ちします。かかとも上げときましょう。これ1分行うってことは30秒こうやっとくのと一緒なんで、すごいね効いてます。しかも負荷を片方に移してるんで両足で行うよりしっかり鍛えられてます。1分スクワットやり続けるって結構すごいですよ。もう50回ぐらいはできますからね。それをこんなね疲れにくいようなメニューで行えてるんで、すごい超効果的。運動不足の人はねしっかり下半身鍛えましょう。オッケー。足をさらに開きます。かかとを上げて低くなったらピョンピョン立つ、ピョンピョン立つを繰り返します。スタート。かかとを上げてつま先でバウンド、立つ、もも裏お尻に効いてると思います。ペースは任せます。ピョンピョン立つ、ここで休みます。スタート。上げてマイペースで続けやすいメニューが一番。男性も女性もやっぱりねお尻と足が弱ると活動量が絶対に減ってしまうので、まずは痩せるためにって思うよりもお尻とももをしっかり鍛えると勝手に活動量が上がります。フットワークが勝手に軽くなるので、しっかりね痩せないのなんだろうと思う場合はしっかりお尻もも鍛えましょう。OK。 できれば動画を見ながら2日に1回やってください。